サウス山の戦いは南北戦争のメリーランド方面作戦の一部として1862年9月14日に行われた戦いである。サウス山の三山系三箇所、すなわちクランプトンギャップ、ターナーギャップ及びホックスギャップの占有をめぐって三つの海戦が行われた。北軍ジョージマクレラン少将がポトマック軍を指揮し、南軍ドバートイーリー将軍の北バージニア軍を 追跡するために、これらの産系を通過する必要があった。リー軍は、勢力的には負けていたが、マクレラン軍の進軍を1日遅らせた後に、撤退した。サウスさんは、ブルーリーチ山脈の並びが、メリーランド州に入ったところに付けられた名前である。シェナンド渓谷とカンバーランド渓谷を、メリーランド州東部から分ける天然の障害である。リーが、メリーランド州に侵入した後で、 その軍隊の動きの詳細を書いた命令191号と呼ばれるものの写しがマクレランの手に入った。この写しからマクレランはリーがその軍隊を分けていることが分かり、それらが再結集して対抗してくる前に、これら孤立した部隊を攻撃し打ち破れると期待した。リー軍に追いつくためにはサウス山を横切る必要があった。リーはマクレランが重要情報を掴んでいることを察知し、 すぐに、その前進を妨害するために、三系の部隊に援軍を派遣した。マクレランはこれら三系を攻撃するために一時的に、その軍隊を三つの翼に編成した。アンブローズ・バーンサイド少将が右翼で、第一軍団と第九軍団を指揮した。右翼は、北のターナー・ギャップとフォックス・ギャップに派遣された。左翼は、ウィリアム・ビー・フランクリン少将が指揮し、 その第6軍団と第4軍団のダライアスコーチ、少将師団で構成され、南のクランプトンギャップに派遣された。中央は、エドウィン・ V サムナー少将が指揮し、予備隊とされた。この戦闘では一番南、バーキッズビルの近くで、南軍の騎兵隊と、ラファイエット・マクローズ少将師団の中の小部隊が、ブラウンズビル三系とクランプトンギャップを守った。 マクローズは1万2000名の北軍が近づいていることに気づいておらず、ウィリアム・エイ・パーラム大佐のわずか500名をクランプトン・ギャップ登録にある長さ4分の3マイルの石壁の背後に薄く配置していた。フランクリンは事態を配置させるのに3時間を使った。ある南軍兵は後に勇敢なちっちゃなネズミが飛び出すのに備えて、角に慎重になっているライオンと記した。フランクリンは ヘンリー・ W ブリュース・ローカム少将士団を右翼に、ウィリアム・ F ・ボールディ・スミス少将士団を左翼に配置した。北軍はこの3系を占領し400名を捕虜としたが、その捕虜の大部分は、ハウエル・コブ巡将の旅団から遅れて援軍に到着した者たちだった。南軍の DH ヒル少将は5000名の兵士を、ターナー・ギャップとフォックス・ギャップを守るために、長さ2マイル以上にわたって配置した。 バーンサイドは右のターナーギャップにフッカーの第一軍団を送った。北軍の鉄の旅団がカンバーランド道路沿いにいた南軍アルフレッド H、コルキット大佐の小さな旅団を攻撃し山に上がるように交代させたが南軍は産経を明け渡すことは拒否した。フッカーは峡谷の北1マイルにある2つの峰に3個師団を配置した。南軍は デイビッド・アール・ジョーンズ巡将の師団と、ネイサン・ジー・エバンス巡将の旅団から援軍が到着したものの、ロバート・アール・ローズ巡将のアラバマ旅団は孤立した、陣地にいたので、後退を強いられた。暗くなったことと難しい地形のおかげで、リー軍の前線は完全な崩壊を免れた。夜になっても南軍は強谷を依然守っていた。すぐ南では、DH ヒル少将師団の他の部隊が、レノの 第9軍団に対して、フォックスギャップを守った。北軍、ジェイコブ・ドルソン・コックス少将のカノ発志団による午前9時の攻撃で、強国より南の地域の大半は確保した。この動きの中で、第23オハイオ連隊のラザフォード・ヘイズ中佐が、側面攻撃を引き、重傷を負った。コックスは、強国の長部にある、 石壁背後にジンドルノースカロライナ部隊を押し込んだが、兵士たちが疲れていたので、掴んだ優勢につけ込むことができず、ダニエル・ワイズ農園周辺の峡谷に、南軍の援軍が配置されるのを許してしまった。リノは、軍団の残り部隊を前進させたが、折り足く南軍ジョンベルフット巡将の援軍が到着し、守備隊を押しのけることができなかった。 北軍のジェシー・エルリの少将と南軍のサミュエル・ガーランド・ジュニア殉将がフォックス・ギャップで戦死した。北軍兵は南軍兵士の死体をワイズ農園の井戸に投げ込み、保証のためにワイズに60ドルを支払った。リーは白母までにクランプトン・ギャップを失い、フォックス・ギャップとターナー・ギャップの陣地もおぼつかなくなったことから、その勢力で劣る軍隊にサウスさんからの退却を、 明治たマクレランはこの時、リー軍が集積する前に、これを破壊できる位置にいた。この戦闘で、北軍は2万8000名が関わり2325名の損失となった。南軍は1万8000名が参戦し、2685名が損失だった。サウス山の戦いは、敗北続きで打ちひしがれていたポトマック軍にとって、重要な指揮を上げる機会だった。 ニューヨークワールド紙は、この戦闘が反乱軍の成功の波を押し返したのであり、反乱軍の力は絶望的に砕かれたと書いた。リーは、そのメリーランド方面作戦を終わらせることを考慮した。しかし、マクレランのサウス山での勝利後、9月15日の限られた行動のために、ハーパーズフェリーの守備隊は降伏を強いられ、また、リー軍には、 シャープスバーグで散らばっていた部隊を集結させることになり、9月17日のアンティータムの戦いにつながった。ありがとうございます。